生命科学ブレークスルー賞は2013年2月20日に創設されたブレークスルー賞の一部門の学術賞。ユーリ・ミルナーの提唱により創設された。創設者はアーサー・ディ・レビンソン、サーゲイ・ブリン、アン・ボジツキー、マーク・ザッカーバーグ、プリシュラ・チャン、ユーリ・ミルナーである。ブレークスルー賞にはその他に数学ブレークスルー賞と基礎物理学ブレークスルー賞とがある。 同賞は難病を治療したり、人間の寿命を伸ばしたりする上で顕著な功績のあった研究者に授与され、各受賞者に賞金300万ドルが贈られる。受賞資格に年齢制限はなく、複数の人物が共有できる。また、同一人物が複数回受賞することを妨げない。ノーベル生理学・医学賞は必ずしも難病の治療や、 人間の寿命には直結しない生物学的基礎研究にも与えられているが、本省は表彰対象をより狭く絞っているところに特徴がある。同省の創設と同時に省を運営する非営利団体生命科学ブレークスルー省財団の設立及び2013年の受賞者11名が発表された財団の理事長はレビンソンが務める。 受賞者は次年度以降の選考委員を務める予定。選考過程の透明性を確保するため、2回目以降の選考に際しては、誰でもオンラインで候補者を推薦できるようにする。創設者の一人ザッカーバーグは同賞について、社会奉仕事業のモデルとしての基盤を提供し、世界中の人たちがより良い機会を得られるようになる、可能性を秘めた賞だと確信していると述べた。 ありがとうございます。